2011年の MLB オールスターゲームは、アメリカンリーグとナショナルリーグの間で行われた82回目のオールスターゲーム。2011年7月12日に、アリゾナダイヤモンドバックスの本拠地、チェースフィールドで行われた。監督は、アメリカンリーグは、テキサスレンジャーズ監督ロン・ワシントン、ナショナルリーグは、サンフランシスコ・ジャイアンツ監督ブルース・ボーチーが務めた。 試合結果は5から1で、ナショナルリーグが2010年に続いて勝利し2連勝となった。MVP は0から1と、リードされている4回裏に、逆転の3ランホームランを放ったプリンスフィルダーが、受賞した。勝ち、タイラー・クリッパード S、ブライアン・ウィルソン本塁打 NL、エイドリアン・ゴンザレス NL、プリンスフィルダー審判、急審、デール・スコット、塁審。 ジェリー・レイン、ハンター・ウェンデル・ステッド、ダン・ヤソニア、ソトシン、エド・ヒコックス、クリス・グッチョーネ観客動員数、47。994人試合時間、2時間50分地元、アリゾナ・ダイヤモンドバックスからは、監督推薦によって、ジャスティン・アップトンが、代替選出によって、ミゲル・モンテロの2名が選ばれた。投票結果は7月3日に発表された。最多得票は、 ナショナルリーグが592万8004票を獲得したライアン・ブラウン。アメリカンリーグが745万4753票を獲得したホセ・バティスタ。バティスタの得票数は1994年に、ケングリフィー・ジュニアが記録した606万9688票を大きく上回る、史上最多得票となった。 選出選手の発表後、選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が選ばれ、最後の1枠をかけたファン投票が行われた。投票は、MLB 公式ウェブサイト上でのオンライン投票で7月3日から7月4日にかけて行われ、ナショナルリーグは、シェーン・ビクトリーノが、アメリカンリーグは、ポール・コネルコが選出された。 オールスターゲーム前日の7月11日に第27回ホームランダービーが開催された。決勝戦で最多記録となる12本を放ったロビンソンカノが優勝。本塁打の最長飛距離はプリンスフィルダーの474フィートで第2回戦に右翼方向へ放った。試合が行われる2日前の7月10日にはチェースフィールドでマイナーリーグのオールスターゲーム。 フューチャーズゲームが開催された。試合は、米国選抜が、世界選抜を6の4で下し、MVP には、米国選抜のグラントグリーンが選ばれた。勝ち、ジャレッド・コザート・ハイ、ケルビン・ヘレーラ試合時間、2時間38分。ありがとうございます。